はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。本日はトーク会でございます。本日のトーク内容はですね、皆さんがトレーニングをする時の、目標の立て方とか、トレーニングをする時の、意識する部分ということについてお話をしていきたいと思います。はい、今日はですね、皆さんトレーニングをするときに、例えばね、チェストプレス、こういう座ってね前に押すマシーンとかありますけど、10回3セットとかっていう風に決めて、1、2、3っていう風にね、やっていくと思うんですね。で、実はこの回数をこなすっていうことに対して、僕はねちょっと一回、疑問を持っていただきたいなと思っております。もちろん、回数の設定というのも非常に大事です。負荷の設定も大事です。例えばすごい重いものを、1回とかもしくは3回とか、そのぐらいできるペースでやるんであれば、最大筋力の向上っていうのが見込まれますし、ちょっと負荷を軽くしていただいて20回とか30回で限界を迎えるような重さに設定していくと、筋持久力が鍛えられたりするんですね。ただその回数をこなすっていうことに精一杯になってしまってる方が最近多いかなと思いまして、そんなことをねお話しさせていただきたいと思いました。目標を設定するときに、トレーニングのねメニューのシートとかに、この種目を10回3セット、この種目を20回3セットとかって、書いて決める方も非常に多いかなと思うんですけれども、もちろんその数字の目標っていうのは非常に大事なことでもあるんですね。ただその、数字の目標があるゆえに、その10回20回をこなそうと、無意識にね、頑張ってるうちについつい、フォームが崩れてしまって、回数をこなすことに精一杯になってしまっている方が、非常に多くいるかなと、僕は感じました。この、10回20回を、疲れた状態とか、フォームがわからなくなってしまった状態でやるよりも、1回だけ、綺麗なフォームで丁寧に練習していただいた方が、動きの習得っていうことに対しては、非常に役に立つかなと思います。もちろん長く動けばね、それなりにカロリーは消費するんですけれども、どうしても、悪い姿勢、悪いフォームでやってしまうと、使いすぎてしまう場所とか、本来効かせたくない場所とかを使ってしまって、結果腰を痛めたり、膝を痛めたり、肩、肘を痛めたり、いろんなところに不具合が出てくるケースっていうのがあるんですね。なので、回数をこなすっていうのももちろん、すごく大事なんですけれども、回数以前に1回綺麗なフォームで必ずできるようにしていただきたいなと思ってます。で、綺麗なフォームっていうのがね、もちろんわからなければ、近くの専門家に頼って合ってますかって聞いていただいてもいいんですし、ジムに通われている方であれば、僕みたいなパーソナルトレーナーじゃなくても、ある程度は、ジムのね、そのアルバイトのスタッフとかでも、綺麗なフォームをね教わってると思いますので、ぜひね、自分一人で、回数をこなして解決せずに、ぜひ正しいフォームというのをね、聞いてみるといいんじゃないかなと思います。ジムに通われてない方とかで、僕のねチャンネルを見てくださっていて、ゆるい体操からね自宅でやってるなんていう方もね多くいらっしゃるかと思います。そういった方も、動画の中で、必要最低限のフォームっていうのはお伝えしてるつもりですし、今後ねやっていくにあたって、もし動画だけだとね、どうしても、動画でお伝えはしてるんですけど、その人のねフォームがどんなフォームで実際やってるのかっていうのはね、見ることは難しいんですね、動画越しだとね。なので本当にもう、どうしてもっていう方は直接会ってね見ないとわからない部分ではあるんですけれども、でね、僕関東圏内に住んでるので、関東圏内であればね、トレーニングのご案内とかもできるんですけれども、地方の方とかはね、難しいと思うんですが、どっかのタイミングでね、僕も、ちょっと地方とかに行って、セミナーとかを開いてみたいなっていう気持ちはあるんですね。どのぐらいの人が来てくれるかわからないんですけれども、ちょっと肩こりセミナーとかね、腰痛セミナーとか、そういったのを、各地に行って、開いてみようかなっていう一応計画は、今のところしてて、そんなのもね将来的にこの YouTube で告知をして、少しでもね多くの方に、正しい姿勢とか正しい動き、あとはトレーニングって楽しくできるんだよっていうところをね、知っていただきたいなと思って、今日はねそんなお話をさせていただきました。回数をこなすっていうことにね精一杯にならずに、ぜひ正しいフォーム、やってて変なところないかな、痛いところ
ないかなとかっていうのをちょっと自分自身で追求する癖をね、つけていただけるといいかなと思います。運動をしててもちろんかなりオーバーユース、やりすぎ状態になってしまうと、もちろん正しい姿勢でやっててもね、疲労がたまればそれは、痛みにつながったりとかするので、あれなんですけれども、毎日ちょっとだけ運動しててなんか必ずどっか痛くなっちゃうなっていう方は姿勢に問題があるケースが、結構多いかなと思いますので、ぜひ見つめ直してみることをお勧めします。僕のパーソナルトレーニングの詳細は、ホームページの方に記載がありますし、今後ですねセミナーとか、外部でパーソナルトレーニングが実施できるようになった場合は YouTube の方でも告知をしたいと思いますので、その際は、ぜひね、連絡いただければと思います。ピーコはトレーニングするときに何を一番大事にしてるの？インコの匂いを出すこと。ああ、なるほどね、それもありだね。うん、でもピーコだけだよそれやっていいの。え、他の鳥もいいんじゃん。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。またね。ご視聴いただきありがとうございました。回数って結構数字なんでね、頭からこう離れなくなっちゃうんですけど、ぜひね、自分のフォームを見つめ直す癖をつけてみるといいかなと思います。僕も自分の匂い嗅ぎ直してみる。